チャーシスカルサミンさん元気ですか？リナちゃんちゃんのようこそ。そしてぜひ、ぜひ今、まあ今じゃない、さっき、アップされてました。急に、見かけた。YouTube で、ズームだった。YouTube にたまに本当にありがたいね。あのさ、イヴとシース、よろしいかな？コラボレーション。いやまあそれ本当にまだなかったね。こんな感じになると思うなかったね。皆さん多分そうでしょ。いや知らない、多分、いやもしかして何か知らせがあったかな。コラボもうすぐリリースされてるって感じ、知らないけど多分サプライズだったと思うね、個人的に。なんかまあ知らないけどすごく気になったから、イヴの曲も聴いた、めっちゃいい歌声ですし、よろしくも、そして、まあ、コラボなら絶対、まあ、大したことになるね。そして、タイトルは、平行線。とにかく、ぜひ、一緒にチェックしてみましょう。3日、GO!また何かいいアニメーションになるでしょ。お、本当にアニメみたいね。それいい。アニメ大好き。ギフト。ギフト。ちょっとまだタイトルは何？ギフト？最高線？まあ。ああ、幼なじみみたいだよね。オーマイガーッ！オーマイガーッ！この二つの歌声いいね。いい。合うよ。かわいい。なんかアニメーション、ジブリアニメーションに似てるね。それすげえ。オーマイガーッ。オーマイガーッ。それ、何かアニメじゃない？ただ、ミュージックビデオのためにわざわざ作ったかな。知らない。いや、このアニメあるなら見たい。ね、見たい。いい曲、いい感じの曲、本当に。春の気持ちがある。そうだ、これだった。いいな、いいな。チョコ、あそれはバレンタインデーもすぐだから、まあ普通に今もお水着の中でもそうそう来た。
わあ。それ、こんな感じの終わりだよ。それ本当彼らの声？話し声みたいな、ラジオみたいに。いいね。あのアニメーションの終わりに納得できないから、できないけど。いやだってなぜなんか結婚してそれ終わり？それもしアニメだったら絶対嫌だ。こんな感じの終わり。まあもしかして次のシーズンみたいな感じアニメの話、これ、比べたら。もしかして、これからも何かコラボレーション、まあもうすぐじゃないなら、まあ普通に、将来で、もう一つコラボしてるなら、そういう時に、なんか、続きみたいになるね。なんか引っ越して、あ、でもまたなんか彼も引っ越して、近くに大丈夫みたいな感じ、わからないけど、うん、でもすごく良かった。アニメーションもめちゃくちゃ綺麗。なんか誰が描いてた、作ってた知らないけど、すごく綺麗でした。すごく楽しかった。メロジーも、曲も、この二人、一緒にコンビネーションにした。の歌声もすごく良かった。すごく、いいプレゼントみたいね。まあ結局本当にバレンタインデーみたいな。プレゼントな感じじゃない？だってテーマに取るだから。まあ普通に、本当の世界にももうすぐバレンタインだから。ああ、よかったね。いい感じだったね。なんかそういう考えたら本当に切ないなバレンタインになった。彼にとって。引っ越して。ああ、人生はお菓子みたいに。甘くないね。たまに。まあ、しょうがないね。まあ、どうせ水木道曲もすごく可愛かった。春の気持ちもあるし、こっちはすごく寒いだから、それめちゃ見てよかったと思うし、聞いてよかった。はい。皆さんのコメント待ってます。どうですか？この曲のこと、コラボ。このコラボのことどうですか？すごかったでしょ。絶対よくは。そして、この、最初確かにもあった。あの、終わりにもあった、彼らは本当の声みたいな感じ。まあ、本当の声というか、歌ってる時も本当の声だけど、あの、話し声みたいな感じでね。リアル、まあ、状況でね。ラジオみたいだから。まあ、それもしかして知ってるならぜひ教えてください。そして、はい、コメント待ってます。リクエストも待ってます。そして、今日私と一緒に見てくれて。ありがとうございました。楽しかったよ。皆さんもし、ちょっとだけでも楽しかったなら。ぜひ、グッドボタンもシェアとチャンネル登録もぜひお願いします。バイバイ。